はい、どうもさっくんです。今回はこちらにやってきました。近鉄大和西大寺駅でございます。この駅のコンコースから一番奥まで突き当たりのところに、なんとこのような鉄道の展望ビュースポットがございます。今回はこちらでしばらく電車の屋根を眺めながら時間つぶしを行いました、はい、やってきました。大和西大寺駅の、トレインビュースポットとして有名なこの展望デッキにやってきました。いや、ここでね、今回近鉄電車とか の屋根をじっくり見ていこうかなと思います。そしてね、雨でも安心、このように屋根がついてまして撮り鉄に優しい展望デッキとなっております。こちら京都駅急行、3番乗り場から、クロスして出ていくのですけども、この隣の番線からまた信号が青ですので、大阪難波方面にちょうど出てきました。あ、本当だったら同時に出てほしいんですが、ちょっと今はどちらか、こちらは遅れてたんですかね。このように本来だったら、同時出発してあっこがもうぶつかるかのようなぐらいのね、並走を見せてくれると思うんですけど、まあ、それを見れるまではちょっと撮ってみたいと思います。京都線また、信号が開きましたということで、多分また京都線の各駅停車が何かが行くと思われます。でちょっと今日はね、気温が低いので、あったかい飲み物で温まりながら、撮影を続けていきたいと思います。以前こちらに腰掛けるパイプがあったんですけど、ちょっとないですね、もうなくなりましたね。だから今ね、このようにカフェでお金を落としてもらおうとしてる。いや、僕はもうそういうところには行ってますよ。もう絶対電車しか見ないので。あとワンマン仕様の4両編成、なんと新田辺行きが行きました。でちょうど京都線からの特急も来ました。新エースですね、これの物4も来ました。2両2両ですね。あっちが2万2000系でした。だから新旧エースの混血でした。おー、救急車が待ってたかのように開いた瞬間に行きました。ちょうどまた踏切が閉まる瞬間だったので、作業員さんが開けてくれたようです。すごい、それだけ救急車が通るのも困難ってことで。今のとこ踏切がちょっと空いてるので、ちょっと余裕あると思うんですけど、また踏切になりました。多分1分経ってない、めちゃくちゃ早い。次はどこから来るんでしょうか。また奈良線から来るとしたら、絶対ここの信号で止まるという現象がね、発生します。京都線はもう特急も行ったんで、もう一番ホームが開通してると思うんですが、ちょうどこの4、5番乗り場からまた大阪難波方面に、列車が出るようです。
撮ってはいるんですけども、また阪神電車が、乗り込んできました。日本一を決めましたという得票をつけながら近鉄に殴り込みをしてきております。ただ近鉄側からすると、僕らはもう野球球団を持ってないよという返しをされるだけですので、この一緒にならないですよね。ここ全然ちょっとこの並走で出発するシーンが撮れてないんですけども、もうちょっとずれたらって感じですね。京都線がちょっとね遅かったらこの奈良線と並走するのかなと思います。これ接続を取ってる関係でもうどうしてもね奈良線が遅くなってしまうんですよね。京都線は京都から来た列車は接続する意味がない。現在この近鉄の位置情報アプリを確認しております。これを見て今列車がどこにいるかねちょっといろいろ確認をしております。この奈良からの快速急行が2本連続で来ると、これ何なんやろ、これ2本もある。もうすぐ綾目駅から近鉄車の大和西大寺駅止めがやってきます。でその前にさっきこれが出てくる新田辺駅、これを生かしてすぐに綾部駅からの、西大寺止まりが来ると。結構カツカツですね。これ踏切そこの1本目が開かなくなる。
ね、阪神電車も来だして、やっと初めてね、9線系が来ました。あれは、数音しかありませんので、逆にね、優等列車に入るとレアと言われる車両です。奈良駅階級として走ってる車両、これに入るのもなかなかレアです。で、阪神電車がこれ一番に入ってくるのも、ね、意外とレアなんですよ。そしてこの海峡の後ろをね、なんかもう一本また来ました、奈良線。あれ何でしょうね、こんな続行で海峡の後ろを来るなんて。でしょうね、海藻。あ、逆編成の海藻が来ました。なんなんやこれ、阪神総直の2両プラスこのパイチョッパの8810系4両の、なんか変な編成が来ました。何これ。続けてやってきました、海藻でしたね。これね、信号が同時に大阪南部方面と京都方面同時に青になりました。これもしかしたらワンチャン見れるかな。しかもね、この下の4、5番乗りはなんと大阪難波駅区間準急の阪神車です。お、いけるか、これすごい、阪神行かない阪神車両。お、なんと特急と並んだ。お、これはありがたい。おー、やっと並んだ。すごい、阪神に帰れない阪神電車です。おー、アルバイト運用ですね、もう通称。それと京都行き特急が同時出発。あー、よかった。しかもね、黄色同士、なかなかいいコラボでした。はい、ということでちょっとね、いいシーンが撮れたところで雨がひどくなりましたんで、ここで撮影を、終了とさせていただきます。ということで今回の動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価のお願いいたします。またツイッターブログもやっております。ぜひそちらもご覧ください。またメンバーシップ会も募集しております。限定の動画や限定配信やっておりますので、ぜひご入会お待ちしております。